タオルが完成しました。よーい、きた。はい、ということでタオルこちら、じゃじゃーん。いや、かっこいい、超いい。ということで概要欄に貼ってあるので、ぜひ皆さんチェックお願いします。お願いします。ホラーナイツオブウィンガーディアンレビオサ、ハーリー、ウィンガーディアンレビオサ、ウィンガーディアンレビオサ、すげえ、最初からすげえボケ倒すやん。今日明るく描いてやばいんです。そうだよ、あ、そうなんだ、やばい、やばいっす。やばいですけど、まあそれはまあ後半として、まあまず最初にね、一個動画を見ていただきたいと。あー、そうだね、最近起きたやつだね。こちらです、どうぞ。バッチキラ。え、待って、今どんどん、え、こっちちょっと待って、あ、ほんと、ええ、ドア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 、いや、めっちゃ今いるよ、めっちゃ今いるよね。開けろ、開けろ、電気つけ、電気つけ、めっちゃ怖い。サメ、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 めっちゃサメ、いる、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。え、何ここで音してる、何の、すげえ音してる、どういう音。え、ドン、ドンって普通になんか人がいる感じの。うん、俺も聞こえたくない。その、俺ら帰ってきた時、一旦ドンって落とすんだよ。うん、あれやばくない、誰かいるのかな。気持ちと回すの、上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 かな。え、マジやばい、マジ。え、え、何、え、今のことない、え、何が、俺聞こなかったけど、今の、え、ドンって言ったやん。いや、知らん、俺聞こなかった今の、それは。え、今絶対入ってるよ、全く知らん、全く知らん。今、ドンって言ったよ。今なんかすげえ怖い感じするぞ。わかんない、嫌な感じがすごい。ちょっと待って、うわ、寒い、こんなところ、もうバカか、なんなのこれ、置くな、絶対バカじゃん、そこにそれ置くのは。マジで誰か来た感じあったよね。え、来たよってか、うん、いや、えぐかったよ、ほんとにすごかったよね、えぐかった、すごかったよね、あれ。こういう系の やつがさ、後から気づくのよ、そういえば、うん、おかしくねみたいな、うん、それだったよね、もう、うん、まさに、あれ、後から経過そうだよね、完全に、なんでこんなうるさかったっけみたいな。ああ、それか、それな、ああ、その感覚を思い出したわ。そう、それそれそれ、うん、なんで俺ら今普通にこれ生活してんのみたいな、おかしくねみたいな、なんかもう誰かが触れるまではもう触れないみたいな。そう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 、怖いからもうなんか普通のこととして流してるんですよ、うん、で流しきれなくてノルト君が触れたって。そうだね、あれそんぐらいもうでかい音で壁とかドア叩かれてる音がして、ドア付近多いよな、なんかな、本当にね、うん、あ、それは違うか、びっくりした、びっくりした、さっきからね、めっちゃコミシュー知ってる。うわ、アップルでしょ、アップル、あ、俺が見つけた、ここめっちゃミシミシってる、うん、ここ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 、よく聞いて、よく聞いてる、何その二人の体勢、何もない、何もない、あれはさっきびっくり、何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 、ミシミシってここ、このドアの上から、なんじゃ、なんじゃ。まあ、こっからが、うん、はい、本題なんですけど、まあ、大輝が近くの廃公園みたいなとこで、うん、まあ、男の子見たって言ったじゃないですか、うん、あー、前動画でしたね、夜中の12時にとうとう霊が見えたと。その後に、うん、ジャンヌさんとコラボしてる時に悪夢見て、うん、男の子が出てきた。そうか、で、結構いろいろとなんか男の子に関することが多くて、で、前回出した動画だと思うんですけど、うん、あの手紙が汚い、そう、幼い感じの、うん、幼い時代だったよね、なんかね、うん、覚えたてみたいな感じで、まあ、子供が結構関することが増えてきた、うん、っていうところでして、で、なぜヤバいかと言いますと、今回とうとう男の子の姿がカメラに映ってしまった。マジで言ってる、マジ、マジです、マジで言ってる、それマジ、リプでいただいて、え、顔だけっていうか、待って、なになになに、これ違う、なに、今のヤバいって、何が、何が起こった、今がヤバいって、なんじゃ、俺の左足のとこだけもうバイブみたいになってる。え、は、左足の下らへんが振動が来た。え、え、振動が来た、なんか私の音が新しいよ、なんかスマホのバイブみたいなのがブーって左足のところに。え、だって何もないぞ、何もない、しびれてるとかも何もないし、何、今日新しい日、まあ、新しいよ、ね、気持ち悪いな、まあ、新しいよ、ね、気持ち悪いな、気持ち悪いな、
パンドラの箱が開きそうな感じですから。出た。出すから。開かしていいのかっていう。そうそう、それはやばい。ああ、触れていいのか。これも自分たちが動画で出してて動画に気づかなくてリプがたくさん来てよく見たら人っぽいの映っちゃった。マジで言ってんの？ついにそれは。これ本当にマジで笑えないから心してみて。マジで笑えない。俺まだ結構全然面白くない。舐めてるわちょっと。それでは、はい、まず皆さんから見ていただきましょう。はい、こちらです。どうぞ。それではこちらのメンバーの皆さんに見てもらいます。はい。怖いよ。こちらの映像です。見えるっていう人がスクショして、はいはいはい、かつそれを明るくしてくれたみたいなんですけど、あ、テレビがやっぱおかしいなっていうのがあります。まあ、なんか緑、やばいね。まあ、緑はまあ明るくしたからなのかわかんないけど、赤の位置がおかしい。まあまあそうだね。カーズだったらもっと上。そうだね。確かに。本当だ。そうなんだよね。本当だ。っていうところと問題のシーンいきます。あっ、うわっ、うわっ、ガチやん。えぐいって。え、表情見えるじゃん、普通に。うわっ、鏡の中。え、鏡後ろから。じゃあ、こうやってた鏡の後ろ。鏡横だよ、横からひょっこり。そう、鏡だと思うじゃん。鏡じゃないから。横からひょこっと顔出して。で、これ何がやばいって、ちゃんと他のシーンではもういないのよ。だから俺もう鳥肌止まんなくて。これやばいよ。男の子、大きさが多分その男の子と同じぐらいなんじゃないかな。うん、でもね、こんなちっちゃい感じじゃん、この子多分。この顔的に。そうだね。だってそっちの小ささってこんなんや。でも俺もだよ、俺もめっちゃ小っちゃかったよ。横ってしてるから、もうちょっと立ったらでかいかもしんない。ああ、これほんとすごいことだよ。動画だったら何分かはちょっとここに貼っておきます。いや、その前後と見比べてみてください。その、もうないんで、その顔が。やった。やばくない？やばいよ。やばいよ。めっちゃ怒ってる。これだけに映ってる。こっちは映ってない。これやばいよ。こっちは映ってない。なにこっち映ってない、マジで。これやばいよ。こっちは映ってない。なにこっち映ってない、マジで。やっぱりじゃあそのカメラの向こう側にいたんだ。じゃあいるんです。その位置ってことはやっぱりその手紙置いた位置近いよ。やめろや。確かに手紙バカ近いや。なんか俺ら1年ぐらいかけて謎解きしてるみたいになってきた。そミステリーみたいな。どんどんすげえことになってる。これら見た時はもうマジで笑いが消えた。うん、あ、ということで2人目の顔が映ってしまったという。いやー、これはきついな。え、もうこれやばいよ。これ下怖すぎ。上も下も怖い、ね、やばい。やばいやばい、マジで。しかも下の方がいろいろ関連がいろいろあって、なんか、うん、ね、うん、それが怖い。神経手紙を書いたのがもしその子だったらもうすごいことだけど、ね、すごい。マジで逆にちょっと神秘を感じてしまう。でもしかしたら誰かに乗り移ってその体を使ってこう欠かしたかも。やばすぎでしょ。無意識に誰か体験する。絶対こいつじゃん。これだ、やばいかもしれない。確かに。え、今の音何？下ね、なんか。何？え、パチンってめっちゃでかい。あっちでしょ。あっち？うん、くすでかい。すげえ甲高い音聞こえたよな。なんかあれ、カメラがこう、カシャってなったかと思って。今まあ、我々はこれからも頑張りますので、皆さん応援の方よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。てか、なんならお前が気づいたじゃん、神。あれもなんかおかしいけど。確かに。うん、確かにね。俺あんま普段ね、声とか音とかてか普通に。だって紙が置いてあるだけじゃん。普通に取ってさ、そのまま捨てるはずじゃん。あ、なんで開いてさ。何導かれてんの。何これ。いや、あるんじゃないかな。ということで、皆さんが見てくれているおかげで我々はね、こうやって頑張ることができていますので。はい、普段の動画からもうホラーナイトまでぜひいろんな動画を見て楽しんでいってください。お願いします。お願いします。少しでも怖いなとかホラーナイトいいなって思ってくれた皆さん、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お願いします。めちゃくちゃ光ってる。いやー、すごいんだって。ということで、次のホラーナイトでお会いしましょう。バイビー。
ぱいビヒだよ、これこれ。君の人生を楽しもう。